こんにちは。はじめまして。よろしくお願いします。はじめまして。福田俊と言います。鈴木里奈と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日は、はい、今回浄化ツアーに参加されるってことですけど、なんで行こうと思ったかとかってありますか？東京での就職活動がしたいなと思っていて、うん、初めは友達の紹介でこんなのがあるよって教えてもらって、はい、私あんまり企業とかを知らなかったので、もともとでいろんな企業が知れるっていうのと、うん、部活仲間があんまりいなかったので、はいはい、そういう目的で参加しました。何回目とかですか？1年に1回は来てるかも。ディズニーがすごい好きで、はい、ちょっとコロナ前とか年に2、3回行ってたので、でも全然迷子になります。エスカレーター関西だと右合わせ、でも京都は左なんですよ。だから阪急とか乗ると右だけど、地下鉄は左みたいな、前の人に合わせてます。大学1、2年生の時は何してたんですか？コロナで1年生の秋まではもうずっと実家にいて、少しずつサークルの新刊活動とかが詰まってきて、友達はサークルの子がほとんどですね。あんま授業とかではできてないかもしれない。こちら会場ということで緊張します。誰がいるかも分かんない。分かんないです。大学の子がいるかも分かんない。行きますか。みんな緊張してるから、その緊張に飲まれそう。今まで20年間同じコミュニティの中でしか生活したことなかったから、外に出て違う世界を見て早く働きたいです。行ってくるね。シェアハウスが綺麗そうで楽しみ。全然ね、大学も違うところから。そうですね、全国から集まってますもんね。沖縄とかから来てる子もいました。へぇ、挑戦者の一番の多い人です。おやりすぎ。皆さんちょっと辛いっすね。すいません。違うんですよ、緊張すると、ちょっちゃけちゃう、うん、あー確かにな。本当は真面目なんですよ。本当はね、すごい伝わります。株式会社の代表の下田と申します。よろしくお願いします。でここからですね、約1時間ぐらい僕の方でオリエンテーションを、させていただければと思うんですが、約1時間企業さんが鳴らしていただいて、みんなは順番にこちらに立っていただいて、ちょっと30分自己紹介をしていただきます。軽いイメージを持たれることもあるのですが、うちには負けず嫌いな一面と、そして人のための仕事に労力を惜しまないという熱さも持ち合わせております。本日はよろしくお願いします。私たちは株式会社 IBJ と申しまして、こんな2人がどうなるかというと、自然消滅。研修が終わりました。京都からもう東京に来るっていうだけで疲れてたんですけど、新しい出会いが多すぎてワクワクに体力に追いついてないっていう感じで、もう疲れましたけど、友達もできたし、企業さんとマッチングもできたので、次の企業訪問も楽しみにしてますし、明日の新しい出会いも楽しみにしてます。今日は宿に帰って早く寝ます。ご飯作ってくれるみたいだから楽しみにしてます。ここが2階です。綺麗。
しっかり2階にも共用部がありますね。キッチンと IH、 あとは食器類もありますね。大きな冷蔵庫と炊飯器、電子レンジとオーブンまであります。洗濯機と乾燥機、綺麗です。で、私の部屋はすごい広いでしょう。広いです。広いし綺麗。ハンガーもかけるとこもあって、エアコンもキンキンに冷えてます。テーブルで勉強もできるし、テレビも見れます。一人一人部屋に冷蔵庫があるのがめちゃくちゃありがたい。ベッドはこんな感じです。大きくていいベッド。ここが私の7日間お世話になるお部屋です。よろしくね。お風呂に入っていきました。気持ちよかったです。これにて浄化ツアー1日目が終了しました。今日はですね、学生の自己紹介から始まり、企業さんの PR を聞き、企業様と交流させていただきました。そんな中で、まあ、マッチングイベントも行われたりして、初日からだいぶハードなスケジュールで、だいぶヘトヘトです。今日はですね、緊張もありまして、なかなか思うように自分で喋れなかったなという部分も反省としてありますので、それを明日以降に活かしていけたらなと思っております。明日からも頑張ります。おやすみなさい。おはようございます。2日目の朝です。ベッドは本当に寝心地が良くて、もうぐっすり。今日は浄化の予定が14時からですので、それまでの朝の自由時間に、浄化でできたお友達と、せっかく東京に来たので街歩きをしてこようと思っております。前髪が今日すごいいい感じなんですけど、寝癖もあるので、この辺の準備をしていきたいと思います。昨日は企業さんと50人ほどの学生みんなの前で30秒ぐらいで自己紹介をしたんですけど、私は台本みたいなのを書いて、何回もタイマーとかで練習して臨んだんですけど、それよりも自然体で自分を出して自己 PR ができている学生の方が企業様からの評価は高かった気がしますね。でも行き当たりばったりで話すこと難しいじゃないですか。だからどうやってみんなこう自然体をうまく作り出してるんだろうなっていうのが気になる。3日目です。今日はですね、企業の社長さんが実際にイベント会場に足を運んでくださり、お話をしてくださるそうです。社長さんから直接お話が聞ける機会というのは初めてなので、すごく楽しみです。もっと自分を出せるように頑張ります。行ってきます。じゃん。一番印象に残っているのはやはり社長さんからのお話ですね。これまでは内定を目指した就活に過ぎなかったんだなと気づかされました。その先の働き方、自分のキャリアプランをしっかりと見直す良いきっかけになりました。明日はですね、三代さんのセミナーをお聞きします。例年大好評のセミナーだと聞いておりまして、三代さんのお話を聞くために上活に参加したという先輩方も多数いらっしゃるそうです。どんなお話が聞けるのか、すごくすごく楽しみにしております。4日目の朝です。頑張ります。バイバイ。はい、今三代さんのセミナーが終わりました。中丁場ありがとうございました。今日のセミナーを聞いて、私も就活病にかかってたなと思い、セミナーで聞いたことをちゃんと実践して、これからちゃんと就活を楽しみながら余裕を持ってこれからに生かしていければなと思います。と、未来の上活生に向けて一言お願いします。いや、もう本当就活は複雑に難しく考えるから難しくなるし、しんどくなると思うので、本当今日話したみたいにシンプルに楽しくやっていった方が絶対うまくいくと思うので、ぜひそれを感じてもらえたら嬉しいなと。はい、めちゃ楽しかったです。よかったです。ありがとうございました。こちらこそ。バイバーイ。お願いします。どうもみんな、明日。え、何？ OKOKOK。 この出会いに乾杯。乾杯。おはようございます。ちょっと朝なので顔がむくんでいますが、昨日は疲れてすぐ寝ちゃったんですけど、セミナーの後に懇親会がありまして、そこでみんなでジュース飲んだり、ちょっとお酒飲んだり、お寿司とか頼んでくださったので、それを全員で食べました。今まで喋ったこともないことも喋れるきっかけになりましたね。すごいみんなで仲良くなれて、全体のグループラインとかもできて行ってよかったです。今日から3日間は、初めの3日間にマッチングした企業様との会社訪問になるので、昨日が最後だった
った友達もいるかと思うとすでに寂しいです。会社訪問も私今までしたことがないのでめちゃくちゃ楽しみです。頑張ります。またね。一休さんの会社のビルに着きました。今から会社見学です。行ってきます。バイバイ。次は IBJ さんの説明会に向かいます。バイバーイ。行ってきます。バイバーイ。 IBJ さんに到着しました。ラストの会社訪問頑張ります。バイバーイ。っていうところになってまして、結構法人対応であったり、ワードが IBJ の各サービスの内容であったりとか、実際に社長さんのメンタリーです。会社見学が終わりました。今日は今から東京のお友達とご飯を食べてきます。お疲れ様でした。また明日。では今日から担当させていただきます岡山です。よろしくお願いします。お願いします。上達ツアーやってみてどうでしたか？私もともと実は大手志向で、レイチャー自体はそんな数見たことがなかったので、それで自分のなんか背が狭まっちゃってたら嫌だなと思って上達ツアーに参加したんですけど、この7日間でもう全く知らないいい企業さんばっかりで、すごく視野が広がりましたし、同じ夢を持った仲間に出会えたっていうのが一番大きかったかもしれないです。ツアー終わってからも、ちょっといろいろ定期的に面談をしていて、鈴木さんにとって一番いい企業を私たちも探したりとか、一緒に伴走できるようにしていければなと思うので、よろしくお願いします。こちらこそお願いします。仲良くなりましたか？仲いい。めっちゃあっという間。大学であんまり今までコロナとかでそんな活動できなかったことなんですけど、だからこそなんか今までで一番濃い7日間。お疲れ様でした。またねー。